ビジネスに役立つ本の概要を1枚のコメント10分の音声にまとめる本を読まない読書家の沢田直樹です本日は山口真由さんの書かれました天才とは努力を続けられる人のことでありそれには方法論があるについてまとめていますこの本のような目的ですけれども 努力を続けるための秘訣が知りたいと思って読んでいました。約10分にまとめていますのでよろしくお願いします。14ページ。努力することは反復、継続すること。まず努力することとは何かについてです。私にとってあることをするために努力することはその何かを 反復継続するこ,とを指しますこれは要するにアスリートのトレーニングと同じです例えば陸上競技の選手は基本的に一日何回か走ってそれを毎日続けると思います私が努力したのは主に勉強だったので試験の前には教科書を何回も読んでそれを毎日続けましただからまず何のために努力するかつまり 何を反復継続するかを見つけ出すことが大事です次にどうやって反復継続するかについて考えます私はそういうのが苦手だからと思われる方も多いと思いますがそんなことはないはずです日々の生活を振り返ってみてくださいほとんどの人が反復継続の繰り返しによって毎日が成り立っています反復継続することができないということはないのではないかと思います 重要なことはまず、何を反復継続するかを見つけ出すこと。それさえ見つかれば、あとはちょっとした工夫で、それを続けることができるはずです。何を反復継続するか、これは意外と難しくて、その分野を間違ってしまうことも多々あります。24ページ。たった4分野の評価をすればいい。読む。聞く。書く。 話す自分が読む聞く書く話すのどれが得意か評価できないとしたらとりあえず今の自分の職業や役割について考えてみましょうきっと自然に自分が得意なものを選んでいると思います例えば接客業をしており仕事を楽しめているなら聞く話すといったことが得意であるかもしれませんもしくはデスクワークをしていて適性を感じているのであれば 読む、書くに優位性があるのでではないでしょうか。学生時代の部活動での役割やあるグループでのキャラでもいいでしょうそういうところからひょっとすると得意な能力が見つかるかるも,もちろん運悪く不得意なことばかりに囲まれている人もいらっしゃるかもしれませんそういう状況であるならば何とか努力して克服しようと思うよりは別の得意なものを見つけに 今の場所から移動することを考えてみた方が賢明なのではないかと思います67ページ教本は一冊にこだわる私が集中的に努力する分野は4分野のうち最も得意な読むことです読むことが得意になったのは幼い頃に 父と母が私に絵本を読み聞かせてくれたことが関係していると思います。両親はたくさんの本を繰り返し繰り返し読み聞かせてくれました。母が今でも笑い話のように聞かせてくれるのは私が得意になってピーターパンの本を妹に読み聞かせていた話です。というのも私は全く気づかないまま絵が出てくるページまで本を逆さまに読み続けていたそうです。幼かった話は ピーーターパーの本を読めていたわけではありません何度も読み聞か,かせてもらううちにすっかり話を覚えてしまったのですそのまま暗証していたのですもちろん暗記しようと思って聞いていたわけではありません小学校に入る部から私は本を読むことが大好きになっていました好きな場所は図書館です繰り返す つまり反復継続することで読むことが得意になりました得意分野での努力は苦ではありません子供の私にとってはむしろ楽しくてたまらない反復作業でした基本書は一冊ここで繰り返すのは努力をするということには反復継続が欠かせないからですこの反復をするには同じものを読み続ける必要があります 同じ内容でも違うものを読んだ方が別の角度からの情報も入れられるのではないか。こういう反応もあると思いますが、別の角度からの情報があるとかえって基本がわからなくなってしまいます。基本がずれてしまうのです。応用は試験の中で十分です。80ページ読書に手間と時間をかけないこと読書は理解できなくてもページをめくり続けろ。 というのかといえばそもそも多くの人が本を読むのに一生懸命になりすぎだからです例えば読むためにマーカーや色付きボールペンを使う人がいます赤い下敷きで消せるようにして特定の単語の緑のペンで塗りつぶしたりする人もいますしかし私はその手のものは一切使いません線を引くのは例えば電車の中や移動中では大変ですし マーカーを引いても読み返した時にマーカーで隠したところの内容がわからないので非常に読みにくくなります一回で重要なところに適切に線を引けるとは限りません書籍で赤線やマーカーを引くことを求めるものがありますがこれは読書に対して一生懸命になることを求めすぎているのですこれでは反復継続できるはずがありません 読書は1回正読するよりも7回素通しで読むべしです123ページ「決めたルールを守る」には大学時代に選挙の投票コードリボードについて一つの式を習いました「r イコール p かける b く c プラス d B というのは,のるうのはある有権者にとっての正当感の期待効果、高揚さだそうです要するに P×B で投票行動によって得られる効果が出ます。P が限りなくゼロに近い場合にはいくら B をかけたところでその結果は限りなくゼロに近いのです。C は投票にかかる労力は費用コストです。 D というのは選挙に参加すること自体が長期的にはデモクラシーの体制維持に寄与するという信念の強さ、デモクラティックバリュー、あるいは投票しなければならないという義務感、デューティーのことを指します。より具体的に投票することにより有権者としての義務を果たした時の満足感、あるいは政治体制の忠誠を果たしたと満足感などのことです。私の理解だとこの D というのは 自分は自分で決めたルールを守り続けてきたという信念に関わる指標です人間ですから守れなくなれそうなことも何度かあるでしょうそういう時には他人に自分のルールや決まりを公開する方法というのもあります努力は周りに見せること影の努力ではねぎらいは得られません 同じ努力をするならなるべく評価をされやすい方法がいいです努力を公言し評価やねぎらいをという報酬を得ることで努力を続ける生活が送れるようになります影の努力より日の当たる努力をしていきましょう152ページとりあえず早起きしてみる努力の完遂する 方法の一つとしてまずは早起きをしてみるという手があります皆が寝静まった後に勉強しているのですがどうも続けることができませんこのような悩みを抱えている人は少なくないのでしょうか確かに働いている人は昼間は学校に行かなければならない学生にしてみたら夜は唯一長く確保できる時間だったりしますしかし 皆が寝静まっている時間帯なのですから当然自分も眠くなる人が多いことを忘れてはなりません人は太古の昔から日の出とともに起き日没とともに眠っていたと言われますこれは議論の余地もあるでしょうが少なくても夜は起きている人よりも眠っている人の方が圧倒的に多いのが実情です朝方の人間になることでメリットがあります 朝は勝手にタイムリミットが設定されます。これが時間の概念を変えてくれるのです。努力をするには、できないという思いを機会を作り出すことが効果的だと指摘しました。これにも通じることですが、朝は出社時間が迫っており、嫌顔にもタイムリミットが設けられています。夜と違って長く時間を取ることもできません。このタイムリミットこそが、 朝のわずか1時間は夜の数時間分になるとも言われていますが脳が元気でタイムリミットが設けられる朝こそ思考力を使う努力に最も向いた時間帯ということができますこれ以外にも努力を続けるための秘訣が具体的に紹介されておりますので 一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。